乳幼児におすすめの玩具といえばこれです。はい、こんにちは、ハチノです。今回はですね、クリスマス直前ということでね、子供のおもちゃで、買って正解幼児幼稚育体育玩具をランキングで紹介ということで、私今2歳と5歳の子供がいるんですけれども、その中でね、5歳だとちょっと大きいかな、1歳半からね、3歳くらいまでの間で買ってあげたおもちゃっていうよりもこう何でしょう、遊び道具といいますかね、玩具ですね。はい、その中で本当に買ってよかったなと思ったものをちょっとランキング形式でまとめて見たので紹介していきたいと思います。はい、でこちらなんですけどね、まあここにね全部ランキングで書いてあります。ジム、トランポリン、ウォーキングバイク、マグネット、プレイトンネル、スマートマックスということでね。はい、でまずですね、ジャングルジムですね。ジャングルジムは本当に買ってよかったと思います。投資っていうね感じで書いてありますけど、本当に子供のなんていうんですかね、体力的な、特に筋力ですね、筋肉握力つけるのにすごいやっぱジャングルジムは役立ってますね。はい、毎日ね、ジャングルジム乗ってます。朝昼晩ね問わずで、なんかテレビ見るときとかもジャングルジムの上から見たりとかね、こんな感じでね、はい、やってます。でもともとねこう2段で最初はね作ったんですけれども、子供が大きくなってからこういう風にね3段にしてやって、今こんな感じでね毎日遊んでますけれども、ジャングルジムは結構稼働率高いっていうか、本当にもうね、こういう据え置き置きっぱなしで、組み立てたら置きっぱなしで毎日ここを登ってて、なんか子供たちにもねちょっとこうなんだろう、手持ちぶたさっていうか、暇になったらもうこの上登るとか、くぐったりね、ぶら下がったりとか、本当に毎日使ってますね。おかげでねやっぱりね手をねよく使うので握力も強くなってね、意外とこう子供なのにこうお風呂で背中見るとしっかりね筋肉がついてるっていうの分かるので、結構やっぱジャングルジムは買ってよかったなと思います。これは本当にね、子供お子さんがいるうちだったら一家に一台買ってあげた方が絶対いいと思います。はい、はい、であと2番目にですけども、トランポリンですね。トランポリンもですね、結構そのこちらはね茅ヶ崎に住んでる時に結構ご近所さんが みんな持ってて、小さいお子様いるご近所さんが結構みんなすでに持ってて、でやっぱりね勧められて、妻がね勧められてで買いました。はい、でかなりねこれもね本当に何だろう、これも毎日必ず飛んでます、子供たち朝晩ね。はい、でですね、結構ねこれ長いですね。はい、これはですね、自分で組み立てなきゃいけないんですけれども、こんな感じでね、袋に入ってて、で、簡単でしたよ、ね。こういう感じで開いて、で、あとは足をね、つけていくだけなので、そんなに難しくないです。はい。でね、こういう感じでね、ジャングルジムの横に置いてて、もうジャングルジムからトランポリンにジャンプしたりとかするような感じでね、こちらも毎日毎日、はい、飛び跳ねて遊んでます。結構子供はもうジャングルジムとトランポリンは毎日やってますね。はい、で下の子がね1歳半くらいのまだ、やっと歩き始めた頃、うちの子下の子遅かったので、やっとこうタッチができる頃に、トランポリンを買ったので、その頃はねやっぱり一人でジャンプできないので、こうパパかママは必ずこう手を持ってジャンプさせてあげてたんですけど、もうね、2歳になってからはやっぱりもう自分で本当にバランス取って飛べるようになったので、かなり、はい、いいと思います。こちらもねぜひですね一家に一台あるといいと思います。トランポリンはね結構安かったです。あんまピンキリなんですけれども、
まあうちはね4000円くらいのやつ買ったので、それもこちらに載ってますので、ヤマゼンっていうところかな、ヤマゼンのトランポリンですね。すいません、これかヤマゼンのトランポリンって言って、ね、アマゾンで出てきます。4000円くらいですね。はい、なので結構ね、しっかり4000円くらいでも、体重がね100キロ以上ある方は乗らない方がいいです。これ壊れちゃうと思います。耐荷重が100キロ未満だったと思うので、はい、まあね、だから私と奥さんと一緒に乗ると壊れるんで乗ってないですけど、ね、私70キロくらいなので子供と一緒に跳ねても大丈夫かなという感じでした。はい、じゃあね次行きましょう。で次はねウォーキングバイクですね。こういう感じのペダルのない、でまあ要はストライダーね、なんですけど、ストライダーはね結構高くてですね、1万4000円くらいするんですかね。はい、なのでねこれまあ類似品なんですけど、ストライダーじゃない、これだとね大体7、8000円くらいで買えた記憶です。でこれブレーキがついてるのでね、こっちか、うん、ブレーキついてるので、まあ、ちょっと、うん、はい、買いました。でこれもですね結構自転車にやっぱり乗れるようになってほしくて、で自転車乗れるようになるためにやっぱねこういうペダルのない自転車でバランス感覚を身につけてから、自転車に乗ると結構乗りやすいということでね。でまあこのねバイク買ったのは3歳の時かな、3歳の時に買って2年くらいこれで練習して、まあ今5歳なんですけれどもね、こんな感じで、はい、こんな感じでねもう乗れるようになったので、まあ、これはやっぱりウォーキングバイクのおかげかなと思います。はい、でですねあとはマグネットブロックね、これはチーク系ですけども、まあ、こういうねマグネットでこうくっつくブロックなんですけれども、こちらもやっぱりねチーク玩具として買ってあげましたけれども、かなりねこうやって遊んでくれてます。でいろんな形をやっぱり想像するので、やっぱ脳は鍛えられるというか、脳がね脳に刺激を与えるのでいいかなと思ってます。はい、でこれがですねまたね、マグフォーマーっていうのがやっぱ本家みたいで、こちらはね結構ね1万円以上するのかな、まあ、その数にもよるんでね、だいたい40ピースくらいだと5、6000円くらいするんですかね、うん、で私が買ったのはこのマジカルマグネットっていうやつで、まあ、これは類似品なんですけれども、マジカルマグネットだとやっぱ半額くらいで買えるの で、うん、で遊び方はまあ同じです。ただねやっぱね若干磁力がね弱い気がするので、うん、まあ余裕がある方はマグフォーマー、本家のねマグフォーマーの方を買っていただいてもいいと思います。はい、でですね、はい、あとはプレイトンネルですけれども、これね、IKEA 行った時にこのトンネル見つけまして、あ、これ子供楽しそうだなと思って、はい、買ってあげました。で、これもかなりね、折りたためるので、普段はこう折りたたんで、で広げると必ずね、子供2人でこう中通ったりとか、かくれんぼしたりとかね、うん、やっぱりこう。はい、これも毎日遊んでるので、これ結構安くてですね、いくらだったかな、書いてないか、確かね、そうですね、3400円くらいなので、はい、そういう値段で買えるので、うん、これも結構コストパフォーマンスをよく稼働してます。はい、で、スマートマックスですね、最後、スマートマックスってこういう、まあ、磁石でねこうくっつけて、あとパイプがあって、ここにボールを入れてコロンコロンコロンみたいな感じでね転がってくるんですけれども、結構ねこれがなんだろうな、まあこれたまたまなんですけど、トイザラス行った時に980円で投げ売りされてたんですよ。でねアマゾンで調べたらですね、これが結構なお値段、いい値段、そう、ね、6000円とか、ね、結構いい値段してたので、あ、これはお得だなと思って買いました。で、これもね、結構子供が、かなり楽しんで遊んでます。これもほぼ毎日遊んでるんじゃないですかね。
あのこういういろんなね形に組み立てられるので、あとはここにねボールを入れてコロコロコロってね、ボールが、結構やっぱ楽しいみたいですね。はい、という感じでね、我が家で買った、幼児用玩具紹介しましたけど、今日紹介したやつは本当に稼働率は高いやつですね。はい、でこれ以外にも、これ以外にも買ってるかね、もう意外とねうち買ってなくてですね、他の家庭に比べておもちゃが少ないっていうねことで、ね、他の子供のお家に行くとね結構いろんなおもちゃがあって、こんなおもちゃあったよとか言って子供に言われるんですけれども、でもね別にその買ってほしいね、僕も欲しいみたいなことあんまり言われずにね、人ん家行ったらまあ遊ぶと、まあ、あとは児童館とか行けばね結構いろんなおもちゃあるので、はい、そういう感じで意外とうちは今日紹介したおもちゃくらいしかなかったりします。あと車とかねミニカーとかはやっぱありますけれども、はいはい、そんな感じで、やっぱ一番のおすすめはあれですね、やっぱジャングルジムとトランポリンですね。これは本当にぜひぜひおすすめします。ジャングルジムもね一応8ヶ月から、8歳と書いてますね、8ヶ月から、ね、8ヶ月から購入できますので、はい、ぜひですねクリスマス買ってあげてみてはどうでしょうか。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。株や不動産、副業、節税といったマルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。